はい、こんにちは、レトスノーノです。4月21日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今年の試験まで、まだ6ヶ月間もあります。過去5年間、弊社の個別指導で理解学習を実践していただいて、今の時期から、受講した方に限っても、6割ぐらいのお客様が、合格していただいております。理解学習を実践できれば合格できます。間違っても丸暗記学習に走らないようにしましょう。しっかり調べて理解をする。市販のテキストや、大手の通信講座のテキスト、予備校のテキストでは理解できない部分も多いはずなので、もう自分自身で調べるということをやりましょう。時間がかかってもこれをやらないと実力はつきません。何としても理解学習を実践していきましょう。時間がないけれども今年絶対合格したいという方は個別指導で一緒に勉強していきましょう。で、個別指導の募集終了まであと定員5名となりました。5名で定員いっぱいとなってしまいますので、その点ご了承いただければと思います。一応今月末までは募集をかける予定なんですけども、定員いっぱいになった時点で募集も終了させていただきますので、ご了承ください。それでは本日の問題に入ります。AB 間で土地の売買契約をした。期日になっても買い主 A は売り主 B に対して代金を支払わない場合、直ちに売り主 B は契約解除をすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。この直ちにっていうのが誤りです。正しくは、相当期間を定めて催告しないといけないんですね。契約解除する場合、原則、自らが弁済の提供した上で、相当期間を定めて催告し、それでも履行がない場合に初めて解除できます。つまり相当期間を定めて催告する必要があるので、直ちに解除することはできない。だから誤りだということですね。で、自ら弁済を提供した上というのは、相手方の同時履行の公弁権をなくすためなんですね。つまり今回、売り主 B が契約解除しようとしているわけなので、売り主 B が A に対して弁済の提供をすると。で、そうすることによって A さんがもし弁済の提供を逆にしなければ、つまり、履行しなければ、代金払わないというのであれば、その時初めて B さんは契約解除できるという内容なんですね。で、今回については、実はもっと理解してほしい部分っていうのはあるんですけれども、まあ、ちょっと今回無料のメールマガなので、ちょっとそこまでは解説しておりません。なんで、その点については個別指導でお伝えする流れになります。権利関係っていうのは、まあ、すごく考え方が重要になってくるんですね。で、まあ、その考え方をちゃんと理解しておかないと、本試験の時に解けなくなっちゃうんですよ。まあ、過去問は解けると思います。もう何回も何回もやるので解けると思いますし、今回の問題も、契約解除するには相当期間の定めをしなければいけないっていうのを覚えちゃえば、もうそれで解けちゃうんですけれども、じゃあちょっと問題文を変えて、引っ掛け問題作っちゃうと、解けなくなっちゃうんですね。この問題を解けるけども、本試験でちょっとひねられたら解けなくなっちゃうってなるんですよ。で、そうならないためにもちゃんと考え方、理解しなければいけないところを理解するっていうのが重要なんですね。それを個別指導で行ってるわけなんですよ。だから、よくメールとかでご質問来るんですけども、この3問だけで理解学習できますかっていうご質問があるんですね。で、正直この3問だけでは理解学習までは教えていませんので、なかなか難しいんですよ。まあもちろんね、市販のものだったりとか、予備校の解説よりかは分かりやすいかもしれないけれども、それでも、宅建合格するために必要な理解学習の細かい部分まではお伝えしてませんので、もし本気で合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問い2に入ります。クーリングオフですね。宅建業者でない買い主 B は、宅建業者 A に対して A 所有の建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受けて即座に買い受けの申し込みをしたと。後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、B は売買契約の解除はできない、丸か×かという問題です。で、答えは丸です。解除はできません。申し込んだ場所と契約を締結した場所が異なる場合は、申し込みをした場所で判断するんですね。今回の問題で言うと、申し込み場所ってどこかっていうと、買い主が自ら自宅で説明を受ける旨の申し込んだ場合における自宅ですよね。つまり自宅で説明を受けますよって言って自宅で申し込みをしたということです。で、この場合っていうのはもうクーリングオフできないんですね。したがって B はクーリングオフによる契約解除はできないので、丸になるということです。
そしてクーリングオフについては解き方、考え方があるんですね。で、それに従えば引っ掛け問題であったとしてもすべて解けるんですよ。ただちょっと説明すると長くなりますので、今回すいません、省略させていただきます。この点については個別指導でお伝えいたします。で、問い3ですね。山林を開墾し、現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、農地法の適用を受ける農地とはならない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。基本問題です。農地法の農地かどうかの判断基準っていうのは、現況で判断するんですね。地目では判断しません。現況っていうのは現在の状況です。現在どのようにその土地が使われているかってことです。登記簿上の地目には関係なく、現在農地として使っているっていうのであれば、それは農地法の農地なんですね。つまり本門は登記簿上山林であったとしても、現に農地として耕作している土地だから農地に該当するよというふうになります。まあ、今日は基本的な問題なんで、全部解けるようにしておきましょう。はじめにもお伝えをした通り、個別指導の募集終了まであと5名となりました。まだ今からでも今年の合格十分目指せますんで、今年絶対合格したいという方は、ぜひ個別指導で一緒に勉強していきましょう。で、個別指導の概要については、こちらの真ん中の動画をご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。